ドジャースのエース投手、タイラー・グラスノーは、日本時間9月16日に、チームを正式に離脱しました。チームの情報によると、グラスノーのロッカーから名前が外され、個人の持ち物もすべて片付けられたとのことです。アトランタ・ブレーブス戦前に、デイブ・ロバース監督は取材に応じ、グラスノーの離脱を確認しました。監督は、彼は去ったが、どこに飛んでいったかはわからないと述べました。また、グラスノーは、今後数週間は投球できないだろうと付け加えました。 グラスノーは今季、チームの先発投手として活躍し、9月13日に復帰する予定でした。しかし、ウォームアップ中に腕に違和感を感じたため、復帰計画は中止されました。これにより、彼のリハビリスケジュールは停滞しました。ロバース監督は、彼は腕に少し違和感を感じた。肩や肘ではなく、明らかな兆候だったと説明しました。グラスノーは、ブルペンでウォームアップしている際に、この問題を報告しました。 8月16日、グラスノーは右肘の問題で故障者リスト入りしていました。当初、チームはこの怪我が深刻ではないと考え、ロバース監督も彼の復帰を期待していました。しかし、グラスノーがチームを離れ、今シーズン中に復帰できないというニュースは、コーチングスタッフとファンに大きなショックを与えました。グラスノーの離脱は多くの憶測を呼び起こしました。彼がより詳細な医療検査を受けるために、帰国したのではないかとする声もあります。 しかし、これがドジャースがプレイオフに向けて、準備を整えるための秘密の計画の一環であるとの見方もあります。これらは、あくまで推測に過ぎませんが、グラスノーの不在は、チームを見守る人々に、多くの不安をもたらしました。グラスノーは、今期のドジャースにとって重要な投手であり、彼がこれ以上投げられないことは、チームにとって、大きな損失です。ドジャースの投手陣の不足は、以前から深刻な問題となっていました。グラスノーの不在により、チームはシーズンの残り試合で、 さらに厳しい状況に直面しています。最近の試合で不調だったジャック・フラハティがまだ第一の選択肢とされています。一方、怪我から復帰したばかりの山本義信が第二の選択肢とされています。しかし、3番手以降の選手、ウォーカー・ビューラーやボビー・ミラーは安定せず、新人ユメット・シーハンは経験不足です。ビューラーは今季1勝5敗、防御率5.95と不調です。ミラーも2勝4敗、防御率8.17と、 今季の成績はあまり良くありません。キャリアで10試合しか出場していない新人ランドン・ナックはプレイオフのような重要な試合に対応する経験が不足しています。また、クレイトン・カーショーやキャビン・ストーンも怪我をしており、復帰時期はまだ不明です。ドジャースはポストシーズンに近づいていますが、投手陣は多くの問題を抱えています。この状況は打線が強力であっても、ドジャースが早期に脱落するのではないかという懸念を引き起こしています。 ドジャースのコーチ陣は昨年のロサンゼルス・エンゼルスのように強力な打線を持ちながらも投手陣が不足しているという状況に直面しています。プレーオフ進出が確実であってもグラスノーのような主力投手がいないことは重要な試合で致命的な弱点になるでしょう。この状況は多くの専門家やファンがドジャースが今季深く進むことができるかどうかを懸念する原因となっています。 ロサンゼルスタイムズの著名なコラムニスト、ビル・プラシュケは、皮肉を込めた記事で、チームを批判しました。彼は、ドジャースは、グラスノーの怪我と共に、今季を終える可能性があると述べました。彼の記事は、ドジャースの経営陣、特に過去に怪我歴のある、グラスノーと契約を決めた、アンドリュー・フリードマン球団社長を、強く批判しました。 この契約は1億6500万ドル、約231億円に相当し、非常に大きな賭けでしたが、今のところ、期待通りの結果は得られていないようです。グラスノーは22試合に登板し、9勝6敗、防御率3.49という印象的な成績を残し、投球回数や脱三振数でも、キャリア最高の数字を記録しました。しかし、彼は、怪我の呪いから逃れることができませんでした。 プラシュケは野球界の多くの人々がグラスノートの契約に伴うリスクを理解していたが、ドジャースはそれを認識していなかったようだと指摘しています。ドジャースは強力な打線を持ち、プレイオフでは毎試合少なくとも5点を取る能力があります。しかし、プラシュケによれば優勝チームはピッチングで決まるという有名な言葉は依然として真実であり、これがドジャースの大きな弱点であるとしています。 カブスとの試合を見れば、今長のような投手が、7イニングにわたって、安定したピッチングを維持することで、後半に相手チームが弱まるときに、逆転のチャンスが生まれることが明らかです。しかし、現在の状況では、ドジャースが先発投手陣を安定させない限り、優勝は非常に難しいでしょう。優れた経歴を持つ、アンドリュー・フリードマン球団社長は、グラスノーは、今後数年間、私たちのチームで、重要な役割を果たすだろうと述べています。 彼は努力する投手であり、私たちは彼について多くの時間をかけて調査しました。これが私たちの賭けですと、フリードマンは言います。しかし、プラシュケはこれが失敗した賭けだと断言しています。フリードマンはドジャースに強力な打線を構築しましたが、3年連続でこの攻撃力が安定した投手陣の不足によって無駄になっていると指摘しています。また、プラシュケはフリードマンのドジャースが投手陣の問題を根本的に解決できず、 ここ数年でチームに多くの困難をもたらしたと指摘しています。この暗い状況の中で唯一の明るい点はドジャースが大切にしてきた才能のある投手、山本の存在です。山本の存在はドジャースにとって希望の光かもしれませんが、グラスノーなどの主力投手の不在を埋めるには十分ではありません。連続する投手の怪我に直面しているドジャースは今後同様の怪我を予防し、防ぐための計画を立てる必要があります。 当主の健康問題が原因であれば、肘を保護する技術を導入したり、サポート装置を使用したり、4日間のローテーションを6日に伸ばすことも考えられます。また、当主の肘、肩、腕を専門にケアする専門家チームを作り、マッサージやアイシング、定期的な検査などのサポートが必要です。大谷はリハビリのために、プロテインを摂取していたことがあり、それが有益であれば、他の当主にも同様の方法を適用すべきです。 チームは投手を使い捨てにするのではなく、彼らをサポートするスタッフを必要としています。ドジャースの投手陣の暗い状況は、本当に心配です。ポストシーズンが近づく中、アメリカのメディアは、ドジャースの投手陣について、悲観的な見解を示し、質の高い投手の不足が、チームに多くの問題をもたらす可能性があると強調しています。アメリカの有名なスポーツメディア、ファンシデッドは、グラスノーの不在について報じ、 この怪我により、ポストシーズンが近づくにつれて、ドジャースは多くの問題に直面する可能性があると警告しています。MLB のレギュラーシーズンは、まだ多くの試合が続き、ドジャースがポストシーズンに進出すれば、1ヶ月にわたって、試合が続く可能性があります。現在の投手陣の状況を考えると、今後のプレッシャーのかかる試合を乗り越えられるかどうかが疑問です。ドジャースは、各試合が優勝のチャンスを左右する可能性がある、非常に厳しい時期に直面しています。 チームの厳しい状況は来シーズンに向けた大谷の投手復帰への期待を高めています。しかし、ポストシーズンで大谷に投げさせるという考えは、彼には負担が大きすぎます。とはいえ、大谷の性格上、誰かに頼まれれば投げようとするでしょうが、それでは彼と他の選手とのバランスが崩れてしまいます。ドジャースが今大谷に投げさせるなら、彼らは以前のエンゼルスと変わらないでしょう。ドジャースはリーグトップに立っているにもかかわらず、 投手陣の怪我がチームを苦しい立場に追い込んでいます。9月15日、パドレスはサンフランシスコジャイアンツに8対0で勝利し、ドジャースとのゲーム差を3.5に縮めました。この差が縮まる中、ドジャースは今後の試合でさらに大きなプレッシャーに直面するでしょう。適切な復帰や大対策がなければ、チームはポストシーズン進出の競争で多くの課題に直面する可能性があります。 ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。